こんばんは、竹下敦です、物事はやはりですね、たまに振り返って見ないといけないということで、またファイナルカウントダウンをつけてという感じになっていきます。はい、やっぱりいいですね、レスポールジュニアね。はい、ということでね、今日はちょっといろいろねあった日ではありました。まあまあ人生いろいろかなと思ったりもします。はい、まあやってりゃそのうちね弾けるようになるんですよっていう感じでいかないとね、なんかこう煮詰まっちゃってね、楽しくなくなっちゃうんで、やっぱり楽しくねできるように、ね、心がけております。はい、楽しくないことの方が多いかな、でもその辺はまたね、ちょっと違うところで、ぜひね、ギター一本あるととても楽しめますし、ドラムもね、なくてもドラムスティックだけあれば楽しめますし、いろいろ楽しみ方あると思います。そんな感じでね、音楽が生活の中にあるとね、ちょっと楽しくなったりするんでね、ぜひ、取り入れてください、音楽を。はい、竹下敦がお送りいたしました。